皆さんこんにちは。今回は、アインクラッドゲロ袋オーダー引いていこうかと思うんですけど、アインクラッド攻略日記念の、アインクラッドゴミ袋オーダー、なんかやってるんですよね。11月7日は、アインクラッドに囚われていたキルトたちが解放された特別な日ということで、なぜか福袋が出るという感じなんですが、なんかね、めでてえ日とかがあるとね、やたら福袋をね出してくるっていう傾向にあるんですけど、11月7日から11月16日までとなっているんですよね、開催期間が。で、このゴミ袋オーダーって毎年正月にやるんですけど、前回とこれまだその変わってないですよね。星4スキルレコ確率 24% で確定枠2枚っていうのが変わってないんですけど、正月に変わるのかな。そろそろ変わってもいい気はするんですけど、でこれよく見てみると、まあなんか思ったより古いスキルがない気がするんだよな。でもでも気のせいかな。でもここら辺からちょっと古いけど、まだここら辺覚醒環境でしょ。もうちょっと下行くと、あ、でも結構かぶり多いな。かぶり多いけど、良心的になってんのかな。もういちいちこれ全部さ、確認するのだるいからさ。あーでも外れ少ないな。ここら辺外れ多いんだけどな。サクシアルゴも入ってるしな。でもなんかビギナーとかがこんなん外れじゃんって思うようなやつさ、俺からするとさ大当たりじゃんみたいなやつ多分結構あると思うんで、あれだな、トラブルラビットシリカとか来たら嬉しいな。全体攻撃の刻印ってなかなかないんですよね。星降るサマータイムリズベット、いいね。まあでも外れもねあるね。クリスマスアスナとかね、ゴミみたいなやつがね入ってるんですけど、今回はこちら、あーちょっと待って、これちょっとね、お願いするわ。ボイスをね、おーい、大きくしておくと、まあ、そうすることにより、これで倒れて、ガチャの演出がねより鮮明になると。で今、6475ジェムあるんですけど、5000円課金いたしましたので、ちょっとね11連だけ久々に回してゴミ袋とか言ってずっと回してなかったもんだからさ、超久しぶりなんですよね。ただゴミなんで11回1回分しか引けません、11連だけ。あー 24% ってこれ嘘でしょ。これどうせ来ないでしょ、あんまりの絶対来ねえよ。ほら絶対これ確定枠以外星3以下でしょ。なんで皆さん騙されてはいけませんよ、私みたいにね。待って、4枚目お覚醒の斧、なんかあれだな、あれ、おお、ボヘミアン、あ、ボヘミアン来た、やった。あ、なんか普通に嬉しいな。引いてよかった。5000ジェムでもうすでに元取れてるんですけど。あ、これはもういいや。もう声高らかに叫んでくれ。いや、もう十分満足したわ。5000ジェムでボヘミアン来たならもういいわ。もうええわ。あ、6連目。お、演出がない。探検の通称、あ、なんか持ってない。何これ。わかんない。何これ。大体のスキル把握してたと思うんだけど、久々にわかんないスキル出てきた。知らないな。探検でそんなのあったっけ。でも名前は聞いたことあるな。ベストパートナーってやつでしょ。で、何連目だ ?8 連目かな。あー、全然頼れない、ヤニキ。9連目。10、11が確定枠か。ってこと、あ、これ確定枠じゃない。来た、来た、来た、来た。お、覚醒来た。アビリティ覚醒パワーライズ。おー。
まあまあ新規だ。10連目これ確定星音ですね。きた、これいいね。あーいいね、俺ずっとゴミ袋だと思ってたけど新規多いな。これ小石台が、あー持ってる持ってる、いらねえ。え待って、10、えまあいいのか、あれちょ数え間違えた。あーいいのか、これ何これ、デッドスウェッジって何、スウェッジってモーション何これ。あワルツじゃん、これモブ狩りしやすいね。さただこれスイッチで使用するとだるいことになるっていう。ジェシュー自分の、あーでもデバフだからあれか、あれのあれが使えんだ、あれあれしか言ってん。バイタルアセンションしかないサーチですね。もうね今はね直剣モッドがコテチ弱いっていうのがね出てしまったんでね。あーこれもっと引きたくなるな、いいなこれ。これだけでしょ被ったの、奇跡的に。あこれまだあれだ、前出たやつちょっと強化してないからちょっといろいろ残ってんな。じゃあちょっと待って、あれだな、あれモーション見よう、モーション、探検のなんだっけ、ベストパートナーこれだ。え待って、これスイッチ72もたまんの、しかも単体3連撃で、あ結構いいじゃん、単体3連撃でスイッチ72もたまんの、結構いいじゃん。へえ、ちょっと見ますか、スウェッジってなんだろう。そこだ、あこれスウェッジか、後ろに下がるやつか。えこれで72たまんのスイッチ、えよくないこれ、早い早い。あこれビューモードの時はやぶさ切りってできない。へえ、この短さでスイッチ72は美味しいんじゃないか。クールタイム15秒、ほう、へえいいじゃん、これコネクトに入れてもいいし。水か、あ水いいな、水いいんだよね。ほらなんかねフルバ持ってて、でもなんか俺これ使ったら弱かったんだよな。アクアパイルとかないとやっぱ、あでもこれアクアパイルか、アクアスピニングダイブだ。アクアパイルないとなんかパッとしない感じ、アクアパイルあっても、でもなんかソロカオスとかだとアクアパイル打つ余裕なかったりもすることあるからな。もう単純に俺のあのプレイングがゴミっていうのもあるんだけど。へえ、濡れ髪の乙女サーチでしょ、これ濡れ髪でいいの、これなんて読むの、まあいいや。ベストパートナーでしょ、あとボヘミアンでしょ。あ5000ジェムでこれは熱いんじゃないか。2500ジェム星を1枚確定オーダーでもなんか2回引いたらあれですよ、あ結構いいじゃん、悪くない。5000ジェム使ってあれだな、悪くなかったな、悪くない引き、ただ劇的にいいわけでもないな。こういうの出るとね、あのパチンコで当たった時みたいにね、もっと引きたいもっと引きたいってこうなってくんで。えこれさ、あれこのあのゲロ袋オーダーってさ、いいの当たったのにゲロ袋と言っている、あれ入ってないのかな、寡黙な女騎士シェーター、シェーターがさ入って、なんかなかなか普段ねシェーターがね入ってこないらしいんだよね。ないんかな、なんか見当たんないね。でもこれ全部見てるとさ時間なくなっちゃうな、時間あんまりあれだよな、過ぎると動画の尺がね長すぎて。あシェーターっていつ出たんだ、これ入ってないのかな。結構なんか何気ゴミみたいなスキル省かれてる感じすんだよな。悪くないかもしんないですね、まあ、結局運なんで、あのかぶりばっかでゴミしか来なかったとかね、まあそういうのも全然ありますね、ガチャなんでね。あシェーター入ってないな、
へえ、結構絞られてんのかな。そしたらこの日を記念してアインクラッドで活躍したキャラクターたちがラインナップ。アインクラッドで活躍しただから、シェーターはアインクラッドで活躍してないってことなんか。アインクラッドの人たちしか入ってないということは、勇気も入ってないってこと？勇気も入ってないな。あ、じゃあ結構絞られてる。思いのほか結構圧縮率高いかもしれない。今までなんかこの闇ガチャって言われてて、この福袋何でもかんでも詰め込まれてて、大量にこうこのラインナップ大量になってたんだけど、よく見たらこれアインクラッドで活躍した人たちしか入ってないから、もうちょっとね、分析したい人はもうちょっとよく見てみるといいかもしれない。案外いいスキルの圧縮率というか、なんていうの、今まで出たスキル何でもかんでも無造作に詰め込まれてるわけではないんで、まあ無造作なんて言うんだろう、一応選定はしてるんだよね。今までのゲロ袋オーダーの時も選定はしてて、なんかパワーライオン環境になってからパワーライオンわざと入れませんみたいな、あれ福袋だっけ、なんか忘れたけど、そういうこともあったんで。あ、でもこれ何気いいかもしんないね。うん、なんかいいスキルと悪いスキルどれくらい入ってるかとか、自分の持ってるスキルの被り率がどれくらいかみたいなのを、これ見てみるといいかもしんないですね。まあ久々にね、福袋が悪くない引きだったんで、まあこういうね、悪くない時もあるよっていうのをね、知っていただけるとね、運営も喜ぶと思うんで、運営にちょっとね、媚びを売っておこうかなと思って、今のうちにね、皆さんもね、運営に媚び売っていくのなら今のうちですよ。今のうちね、媚びをいっぱい売っとくとね、いいスキルね、引かしてくれるんで。俺前ちょっとね、悪口言いまくってたんで、いいスキル全然出なかった時期あったんですけど、まあそういうわけで、今回はまあまあな引きでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。